皆さんお越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のええところを日本全国そして世界中の皆さんに知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の和がつながればなという思いでお届けしております。私京都の京ちゃん相葉京子です。よろしくお願いします。ではこちらご覧ください。本日ご紹介しますのはね、世界的にも有名な書画家の小林芙蓉先生という方がいらっしゃるんですが、この芙蓉先生は筆が織りなす日本の心を伝えるべく世界中で象徴的な書画のデモンストレーションを行い、ローマ法王にも賞を献上。国内では伊勢神宮や高野山の金剛峯寺などの全国の神社仏閣にて書を揮ごう奉納なさっています。その揮ごうの際はね、世界中の延べ880箇所以上の聖地の水で吸った炭を使って、人々の幸せになりながら天地人の気を集めて紙の上に下ろすという、その素晴らしい方なんですね。でこの芙蓉先生なんですけども、実は京都の嵐山の、京都の豆腐懐石料理の将来庵さんのおかみとしても経営なさっていまして、実はですね、その関係者の皆様からそのワイワイテレビをご覧になって、ちょっと今度3月20日にあるイベントのね、ちょっと告知で協力してほしいという取材オファーが参りまして、この将来庵さんに京ちゃん行ってまいりました。で、今回はね、和の五感を楽しむ、パート2ということで、味覚おもてなしの心編その1ということでお届けしてまいります。4名の、ね、ホールスタッフの方がお話しなさいますよ。それでは CM よりどうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナアンバはい、私村田康江と申します、はい、こちらでお世話になってもうそうですね、5年目ぐらいだと思います、はい、ホールをとそれから英語が少しだけ話せますので、はい、お電話の海外の方とのお電話の対応とかも少しさせていただいております。やはりね、嵐山となると海外の方とかね、ゲストさん多いですよね。そうですね、下手な英語なんですが、なんとかやりくりしてます。でも安心されると思います、ね、いえいえ、全然普通の日常会話はできないんですが、はい、ありがとうございます。そしてお隣にいらっしゃるのは、はい、岡本でございます、はい、スタッフ歴2年3ヶ月でございます。はい、はい、毎日海外のお客様も非常に多く、楽しく接客の方をさせていただいております。はい、笑顔素敵ですね。ありがとうございます。ラジオの方にもね、出ていただいてありがとうございました。お世話になりました。どうでした、ラジオ出られて。楽しかったです。初めてだったんですけど、今日もテレビ初めてです。よろしくお願いします。はい、そしてお隣にいらっしゃいますのが、くみこさん、こんにちは。こんにちは、塩崎くみこでございます。はい、ここに上がらせていただいて約十数年です。うん、ここに上がらせていただいてからの自分の人生は大きく変わりましたし、今もって本当にありがたい毎日を過ごしております。はい、
そしてまたこの時間帯、ちょうど白語っていう時間帯になると思うんですけど、私自身はこの白語の時間が大好きですね。はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。さあ、そしてお願いします、はい、皆さんこんにちは、柿本真美と申します。私はですね、昨年おかみと運命的な出会いをしまして、はい、まだあのスタッフとしても1年経っていない状況でございます、うん、ですが嵐山が大好きで、毎日皆さんに教えていただきながら、またお客様に育てていただきながら、楽しく毎日を過ごさせていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でもね、スタッフの皆様方にね、このお部屋は何というお部屋なんですか？ここは大広間というお部屋になります。大広間ということでね、はい、一番じゃ広いお部屋で、一番そうですね、いらっしゃるんですね、はい、はい、なんかね、テーブルの形がね、そのコの字になってて変わってるんですけども、はいはい、おかみをここを、させていただいたときに、まあ、このコの字型のこのテーブルを、うん、どうするかっていう意見もあったんですけれども、まあ、その何か その外国の方とかはテーブルがいいとかって思うこともあったんですけれども、その畳文化の継承といいますか、はい、それは絶対置いとこうということで、はい、そして畳中心の間になっております。で、また後でご紹介したいんですけども、あと一つだけはテーブル席に2年ほど前に変えたんですね、はい、日本のこの文化を大切に守り通して多くの方に見ていただきたいと、また経験していただきたいという思いで、おかみ小林芙蓉が、はい、ここを頑張ってさせていただいておりますので、私たちも本当にその趣旨をありがたくさせていただいております。そして後ろにもね、はい、と、はい、素晴らしい小林芙蓉先生の書があるんですけども、皆さんとってその芙蓉先生ってどういう方でいらっしゃるんですか？このワイワイテレビご覧になっててね、初めての方もいらっしゃるかと思うんですけども、芙蓉先生ってどういう方なんですか？教えてください。じゃあ小田さんからどうぞ。そうですね、本当に本当に無限大の大きな大きな愛で、出会われる全ての人を愛で優しく包み込むというような、その大きさというのは私たちにはもう計り知れない大きな大きな、はい、優しさ、思いやり、慈愛 でございます。で、水のように生きるという本を紙に書かせていただいているんですが、今度新しくこちらの水鏡というタイトル の本も新しく出版されるんですけれども、その出版に際しまして、紙がこちら の表の、はい、なんて言うんでしょう本の、はい、水鏡という、はい、書かれたんですが、はい、おかみがこう静かにしましたら、心が波一つ立たない状態に、水がピンと張ったような状態になった時に、みんなのことがこうその鏡に映るんですって。で、それをこう大きな愛で包むというような思いをされて、こちらの作品を書かれたと思うんです。で、その大きな大きな愛の中で私たちなんとか生かさせていただいております。はい、これをご覧になっていかがですか？天地人、字の一つ一つが何か生きてるようで、はい、すごい力も感じます、はい、見てたら本当にいつもなんかこの人という字なんか人がこう、こちら向いてますよね、はい、はい、
で座ってらっしゃるような感じを受けますし、あの天という字もあのでんとこう構えた方のような感じに見えますし、はい、一つ一つの字がもう見る人にもよって違いますけども、すごろかきになったものなんですかね。すごろかきになったものなんですか。こう開いた時に、はい、天地人、はい、もう最初にそうですね、はい、この書がテーマですね。天地、天地るちしる、おのれしるでございます。はい、今とみこさんはね、一番この中ではベテランさんそうなんですよ、ね、いらっしゃるんですけど、とみこさんのお好きな書って難しいですね、それはたくさんあると思うんですけど、ね、うん、何でしょう。そうですね、難しいですね。難しいですけれども、水でしょうか。水ですか。はい、私もです。あ、同じです。はい、よかった。水です、うん。どんなことを感じますか、その水というんですか。そうですね、そのこだわりない心、流れる心、はい、またその人をあの癒す心、はい、この今日も見ていただいて分かるんです。この澄んだその水、どんだけこう人が癒されるか。ですね、だからあの女将もよく水を書くんですけど、もういつも違った水になりますし、私自身も本当に女将が書く水に本当に自分も触りたい、少しでも触りたいなと思います。水です、私。はい、神様水とおっしゃいますか。はい、水ですね。全ての命の源がお水だと思うんですね。で山がなければ水が生まれないですし、で川がなければっていうのもありますし、まあ、木がなければ天地がつながらないっていうのもあるんですけど、そこからまた海に流れて地球が存在しますし、私たちが生かされているっていうのがあるので、やっぱり全ての命の源の水が原点かなって思いますね、はい、が大好きなところ。本当に嵐山がね、もう目の前で、そうなんです。で、川も上流の方で、はい、一番ね、はい、澄んだ天気の川。ここが癒しろの地と言われてます。癒しろの地。はい。はい。ここに全ての神々が宿われていると、はい、いらっしゃると言われてますね。はい、ある方は龍神様がここで休まれてますっておっしゃってました。そうなんですか。はい、友人様、はい、合気道を教えてらっしゃる先生なんですが、はい、はい、日頃どんなお客様がいらっしゃるんですか。そうですね、今海外の方が非常に多くって、4割ぐらいは海外の方でしょうかね、はい、お客様、それも本当にもういろんなところから、ロシアの方もヨーロッパ、まあ、各地の方、それから、アフリカの方もアジアの方も、最近は本当にあのベトナムとかね、マレーシアとか、あのインドネシアですとかね、おっしゃる方もお見えになりますし、もちろんアメリカ、カナダ、はい、中国、やはり中国とか韓国の方はお近くですので多いですね。本当に全世界から、そうなんです、と楽しいです。文化の交流の場だと思ってます。はい、まあ、でもまだね、ここができた時にはまだそんなに海外の方っていらっしゃってなかったんじゃないですか、ね、そうですね、最初は日本のね、そうですね、方が多かったかと思うんですけど、3年ほど急にやっぱり海外の方がもう増えていく、ここが世界の方たちつなぐところだと思われ、もう分かってらっしゃったのかもしれないですね。そうですね、ここが世界の中心になると神もあの言っておりますし、はい、私たちもそれを実感する毎日ですね。そうですね、3年前にニューヨークタイムズさんが、はい、あのこっち将来案を取り上げてくださったんです。でその記事が今でもインターネットで、はい、あの世界中の人がご覧になってるみたいで、はい、その記事を見てきましたっておっしゃる
海外のお客様ものすごく多くございまして、じゃあここに訪れてみたいと、はい、はい、アナのプロモーションビデオでも半年間流れておりますので、それを見てきましたっていうお客様もたくさんいらっしゃいます。そういうお声を聞いて来てくださるんですよね。何よりも面白いのはね、アメリカの方とか ね来られて、それからまた中国の方、韓国の方でもおっしゃるんですけども、ご自分の地元でね有名なんですって口コミで聞いてきたっていうことで、世界の各地の方がね、カリフォルニアでものすごく有名だよってよく言われました。やっぱりインスタグラムっていう発信のあれが今はすごいありがたいですね。畳なのでなんか、ね、海外の人たちって背が高くて足も長いので申し訳ないとも思うんですが、そういうのを楽しみの一つとして来られてますので、この古い築130年の古い日本の建物の雰囲気と、それから畳で食べる日本式 の食べ方とかをすごく、はい、日本を感じたいと思って、ね、そうです来てくださるんですよね。まあ、そういう方たちと皆さんは日頃接していらっしゃいまして、ね、こう接客の心っていかがですか？私ですか、今まだ昨年からなので、ね、はい、毎日がそうなんです、毎日失敗しての繰り返しの中で反省してっていう中で育てていただいている段階なので、はい、私はただ触れ合わせていただけるだけでも今楽しいっていう、楽しい、はい、生き生きされてますね、はい、もう楽しくて仕方がないっていう、はい、嬉しくて仕方がないっていう、はい、でやっぱりここが満たされているというかね、気が満ちているところっていうのも日々重ねることに、過ごさせていただくことに感じさせていただいているので、それをお客様たちが楽しく談笑されている姿を見るだけでもまた楽しいっていうか、嬉しくなります。でそしてまた美味しいお料理いただいて、美味しかったって教えていただくと、やっぱりまたそれが励みになります。まだ間もない、マミさんここまでおっしゃってます。そうなんです。大先輩のクミコさん。ねえ、本当に。お客様はご覧になって、ね、接していらっしゃいまして。そうですね。ここに来られて、体調が不十分な方もいらっしゃいますし、でまたいろんな思いをこうされながらここでお食事していただくんですけども、やはりここの持つそのさっきも柿本さん言ってましたけど、癒しロチとしてのその木っていうのを、お食事とともに感じていただいて、帰られる時は本当に元気になって、または楽しそうに幸せそうに帰っていかれる姿が私たちの一番の喜びで、ああよかったなって思いますね。だから一日本当にもうすぐ経ってしまいますね。その私たちの年齢、特に私なんかは、でもそういう思いを今この年で感じさせてもらえる毎日というのは本当にありがたいと思いますね。という毎日、先日お食事だっていうのも本当に楽しく、お話させていただいて、そうでしたね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして彩子さん、はい、どうですか、日頃のねお客様と接されてそうですね、お客様から教えられることって言いましたら、西洋の方っていうのは特に日本人にない笑顔があるんですね。で一つ一つお料理をお持ちさせていただいて、必ずありがとうっていう言葉をおっしゃるんです。学ばせていただきます、はい、ありがとうの言葉って元気になります、ね、そうですよね、最高の言霊だと思う、最高の言葉、はい、お客様の笑顔を笑顔と出会えるのが本当に毎日毎日の楽しみでございまして、
ぱハス盛り、私こちらのお店のハス盛りはものすごく特徴的でございまして、その季節季節のお料理を食材を使わせていただいてるんですが、パッと開けた途端に皆様わーすごいとおっしゃるんです。そうですね、もう それはもう日本人も海外の人ももうみんな同じなんですね。そのわーってその喜びのお顔を笑顔を拝見させていただくだけでも私も元気になりますし、日々 ありがたいなと思っております。はい、はい、盛り付けもそして見た目も本当に素敵ですし、味も美味しいですし、またねちょっと別の時間帯でお食事の方もねご紹介いただくんですけれども、はいはい、そしてところでね3月の20日に大きなイベントが終わりだとお伺いしたんですけど、ちょっとその紹介を少ししていただけないですかね。はい、柿本さんちょっと、はい、この水鏡三千に祈りの祭典っていうので、はい、今までお神がですねこういった大きな、はい、皆様のお集いをするというのが本当に初めての初めてですか。はい、はい、お神は本当にそーっとずっと365日皆さんの幸せを祈り続けられている方なんですけれども、うん、はい、前に出るっていうことがなかなかされる方ではないんですけれども、今回ですねみんなで一つになろうよという楽しい音玉と言霊、それありがとうや思いやり の調和の場を持ちましょうよっていうので、はい、こういった形でウェスティンホテルさんの方で開催させていただきます。はい、3月20日なんですけれども、はい、間もなくでね、間もなくなんですね。はい、今本当に世界中の方からもそうなんですが、いろんな、三内鈴江様であったりとか、あと多数、はい、多数の、はい、ゲストの方ですね演奏家の方々が、はい、おかみとの、おかみ小林先生とのですね交流の深い方々が賛同いただきましてですね、はい、一斉に集われてすごい顔ぶれです。ご登用する方がそうなんです。はい、ね、とても大切なご予定があった方々も、はい、そちらの予定をキャンセルされて今回、ね、はい、これは行かなければならない、はい、という集いですとおっしゃってくださってお集いくださることになってきてます、はい、みんな元は気持ちは一つだよねっていうのが私の中にもあります。なのでおかげさまお互い様のありがとうを伝えるそんな会が3月20日京都のウェスティンの方でございますので、ぜひ皆様お集いいただければと思います。はい、はい、そうですね、この世の中やはり思いやりと調和が一番重要かと思っておりますし、私もそれに向かって頑張っていきたいと日々精進したいなと思っております。そのためにその水鏡、本当の3月20日の水鏡の集い、そこで本当に思いやりと調和でみんなで楽しく調和して思いやりを持っていきたいなって、はい、ですのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、この水鏡の3000人の、祭典ももちろんなんですけども、この日は1日だけでございますので、ぜひ皆様この将来や景色が本当に美しくって、京都日本人の心を大切にしているおかみでございます、ぜひ皆様、お越しいただけ、ご来店いただけます方を心よりお待ちしております。よろしくお願いいたします。今回この祈りの祭典というのに出演される皆様は常日頃から地球環境をきれいにして、きれいな地球を未来の子どもたちに残したいといつもいつも公の場で話されている方々ですし、音楽も地球交響曲ガイアシンフォニー等に出演されている方々も何人かいらっしゃるんですが、本当にきれいなクリーンな地球を未来の子どもたちにという思いで今回多くの人たちが集うことになりました。
で、あの嵐山、あのものすごく四季が豊かで、あの綺麗なあの環境ですので、この綺麗な環境をあの世界中に発信する機会になればと思います。どうかまたあのこの番組見てくださってる皆様、どうか将来庵の方にもぜひお越しいただいて、この綺麗なあの景色をお楽しみいただければと思います。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。皆さんお帰りです。いかがでしたでしょうか。京都嵐山のね、将来庵さんにお伺いいたしまして、今回はねその1ということで、まあ、日頃ねお料理をおもてなしなさっているホールスタッフの皆様方4名の方ですね、塩崎久美子さん、岡本佳恵子さん、柿本真美さん、村田康江さんの皆様にねお話を伺いしました。皆様それぞれのねそのおもてなしのに対する熱い思いですとか、で今回ねこの水鏡三千に祈りの祭典ということで、3月の20日、京都のウェスティン都ホテル京都みずほの間にて、あの1日開始ね、昼の部が1時から3時と夜の部が5時から7時ということで、夜の部はもういっぱいだそうでございますけれども、もう3000人の方がね集まってこられる素晴らしいイベントでございますので、あのぜひねちょっとお問い合わせいただきましてご参加いただければと思います。で次回ねまたその2ということで、いよいよ将来庵さんのお料理をご紹介させていただきたいと思いますのでね、楽しみにさせてください。それでは次回のワイワイテレビでお目にかかることを楽しみにしております。皆様お越しやす。